両手、太ももの上に両手を置きますね、はい、手のひらを置きます。で、肘をしっかり伸ばして、はい、で、反動はつけないで、なるべく息をふーっと吐きながら、はい、ゆっくり起き上がってもらっていいですか。大体3秒で、もうちょっとです。ここまで、ちょうど膝の上に手のひらが来る位置。ね、ここまで来たら合格です。でもし来るかどうかね。そう、はい、もし途中でね、ふーってやって、ここでストップ。ここでストップの人は、インナーマッスルが弱い証拠です。で、アウターだけで上がってる人なので、まあ、なるべくなら息をふーっと吐きながら。アウターだけ使う人だったら、もう、グッと。そう。これはあんまりね、体幹はもう外だけなので、中の筋肉が鍛えられてないから、腰痛になりやすいタイプなんですよね。